今日の伊藤孝恵チャンネルは地元活動事件簿吹原美希秘書編です。イエーイ。秘書になって何ヶ月ですか？今年入ってからなので、でももう早いもので半年か。あ、そうですね、半年か。感慨深い。あ、そう。この年になって学び直させていただいております。失敗だらけ。なんか前半調子良かったのにね。あれ、いや、そんなに長くは持たないですね。本当は、本当は、本当はそういうキャラだったんだ。はい、本当の私はこうです。本当。吹原秘書の事件簿、はい、第3位。どれも1級にやばいやつなんですけど。いやいや、1位は決まってるでしょ。あれあれですよね。じゃあ第3位は、うん、今日なんですけど、うん、本日豊橋に伊藤議員と来ておりまして、うんうん、そうだね、朝からね、はい、駅前で街頭して朝7時からね、はい、そしたらですね、ちょっと移動するときに伊藤議員が一段飛ばしで階段を上るもんですから、私はそれを必死について走って登っていたらですね、うん、なんか後方でチャリーンって言ったんですよね。言ったチャリーンって言ったよって私言ったけど。そうですよね、うん、大丈夫って言うから、大丈夫っていうかついて行っちゃったんですよ、その勢いに。そしてちょっと探ったら、なんとこの随行者の鍵がない嘘、あれやって思って。しかもなんか事務所の近くだったらスペアキーやるけど、もう豊橋だもんね。そうなんですよ、もう泣きそうになって、うん、もうゆっくり時間ちょっとあるなと思ってたのに、ダッシュで元の場所に戻って3往復階段をしましたね。結構さ、フッキーってなんかこう、私失敗しないんでみたいなクールな女子に見られるし、私も見えてたんだけど、常にあれ、吹きなんかあるって言うと、うわしゃ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 ってことを米研ぐように、くるカバンの中をこう探るよね。そうなんです、私と一緒じゃんと思って、準備を重ねているつもりでも、うん、突然言うもんですからっていうて、あ、名刺ないと思って、はいっていう。え、いつ何時に集合なのって聞いたらみたいなね。そうなんです。いや、いいねいいね、私と一緒でした。すいません、うん、で、そしてですね、3往復してもないんですよ、鍵が。ないね、もうやばい、もうこれは泣きそうだと思ってふっと見たら交番があったので、これはちょっともう藁にもすがる思いで届けられてないかなと思って行ったんですよ、うん、ガラッと開けて、うんうん、おまわりさんに、うん、鍵をなくしました。子供やないんだから。うん、何の鍵って聞かれて、うんうん、車ですって言っていたら、車です。一人の人が奥から、うん、あるよって。もう私神って思って。どんな人が届けてくれたの？いや、それが、うん、もう名前も名乗らず、うん、礼もいいからって言われた。かっこいいやん。ナイトですか？どっちなんでしょう。もう私はそれどころじゃなくて、もう女性でも男性でも神ですよ、もうその人は。いや、でもさ、なんか結構その落ちてたままにしないで、それを交番に届けるって結構朝の時間帯だから、多分通勤通学で見て見ぬふりすればいいけど、それを届けてくれたっていうのがね、本当に持ってるよね。本当ありがたいね。本当にもう日本っていい国だなと。あ、え、何それ3位にしちゃって。そしたら2位はどうなの？第2位は、すいません、これも今日なんですけど。それさっきだよね。え、第3位と第2位が本日に集中してるってこと？そうなんです。別に失敗でもな、でもないけどね。いや、でも私、うん、そもそも、プロとして自分で思ってるのは、ウェディングプランナーなので。そう、ウェディングプランナーだからね。ウェディングプランナーとして考えたら絶対ありえない。上映チェックを怠る。第2位。公演をね、今してて、公演の前にその資料って大体ね、その動作チェックっていうかね、はい、パソコンで動くかなっていうのをチェックしているはずなんですけど、じゃあはい、じゃあ資料をご覧いただいてってこう見ても、なかなか資料始まらないから、おかしいなって、だんだんこの辺から汗が出てきて、ちょっと脇汗とか出てきたけど、あ、まあじゃあ
繋いでれば大丈夫かと思ったけど、そこでフッキーが慌てふためいてるのが見えるのね。あー、そっかと。今日はじゃあこの裸一本で1時間喋るかと。いや、そういうわけにはいかんと思って、もうとにかくいろんな人にすがって、いろんな人が出てきてくださって、結局ちょっと一つ違うカメラを潰してですね、うん、対応してくださって、大変遅ればせながらやっと着いたはいいものの、こうやってパンパンって送ったらね、送れないの。なんとそのパソコンじゃないんですっていう。私また変なとこから、いろんなとこから汗出てきたからね。私も汗だくでした、あの時。でも私すごいなと思ったのが、向こう側とこっち側ですごく離れてるのに、ジェスチャーだけで全部わかるというか、全部飲み込むっていうのがすごいなっていう。喋りながら向こうでフッキーができないから手を挙げてくださいみたいな。その通りなんです。その通り、本当にそれが言いたかったです。文章もそのまま。なんか、手あげればいいの？こう？って。そうなんです。はい。で、せっかく、高江さんが手を挙げてくれてるのに、どれで送っていいのかがわからなくて、最初。で、そしたら、先方の方が、下です下の矢印って言われて、あ、わかりましたって言って、はい。そうそう。はい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 、いい感じだったのに、ある時私が、ははってやっちゃったんだよね。そしたら、すごすぎる。戻せ。もう戻らなかったから、まあいいかと思って、そのページのなんとなく匂わせの子喋っていたら、やっぱ察するからね、そのページに戻ってね。もうなんでこんな、もうなんか、ドキドキでもうぐったりだわ、今日。本当にすいません。まだ半分終わったかなぐらいです、今日。本当だよね。でもね、ここで終わりませんよ。第一位。それはもう多分きっと一生秘書業務をするにあたっては忘れないと思うんですけれども、伊藤孝恵本人を全く違う場所に降ろす。いやー、あれびっくりしたね。なんか議員あるあるですけど、ある式典でブッキングしているのでね、この式典が終わって先にこの人が出たら、次私が挨拶して私も後を追うみたいな。で、次の違う式典にこの人が先についてこの人が挨拶をしていて、それが終わりで私が入るみたいな、そういうのあるあるであるんですよ。で、ある時、その人が先に出て、で、私たち後に出たけど、フッキーが、巻き返しますよみたいな。私運転自信あるんですみたいなので、でめっちゃ早く、ほら、早く着いたみたいな、ドヤ顔で降ろしてくれたところで、私、じゃあ、私行ってくるって言って行ったら、なんか違うんだよね、この雰囲気が。おかしいな、式典のはずないのに、なんか子供いっぱいいるな、みたいな。フッキーは、次に行く、その次の次の場所に、私を降ろしてくれたんだよね、はい。飛び越えました。ほんとすいません。ビビるよね。いや、もう、私もビビって、でビビるよね。待ってた人たちもビビってたみたいで、あれ来ないな。いや、待てど暮らせど来ないなみたいな。そうです、うん、本当に申し訳ないことを本当にしまして、でもう遅れて到着する直前にお帰りになる車の方々を見ながら、私はもう涙が出てきて、あ、本当だったらこの人たちに伊藤孝恵という人を知ってもらえたはずなのにって思いながら、こう進む私のね、え、2人ですいませんっつって後片付けまでやってきたね、はい、申し訳ないっつって、もうお一人に、いやーねー、高橋さんに頭を下げさせてしまい、ほんのもうええんわ。でもそんなダッシュで入っていく高橋さんを皆さんがですね、温かく拍手で迎えて、おー、あいつやりよったやりよったって言ってね。本当にポンコツです。いや、本当にね、私もポンコツキャラなんでね、皆さんも、いやー、なんかやるやると思ってたらやっぱりやったなっていう。まあでもこれね、選挙本番じゃなくてよかったよね。いやー、本当に、いやでもあれはやっぱりちょっと私、うん、本当トラウマですね。トラウマ？もう行き先は指先し確認。あ、そう。ちさこしょうですよ。何ちさこしょうって何？右押し、左押し、前、前方押し。それちさこしょうっていうの？そうなんです。私は覚えました、これ。ちさこしょうっていうの？しさこしょう、指さす胡椒、うん、
なんです。シーサー胡椒、へえ。なんですって。膝小僧じゃなくて。ポンコツ。膝小師匠じゃなくて。雑魚師匠じゃないです。うまい。もうこんな感じであっち行ったりこっち行ったりして、一生懸命やってます。今日の伊藤孝恵チャンネルは地元活動事件簿吹原美希秘書編でした。いつもご視聴ありがとうございま す。チャンネル登録お願いしま す。いい笑顔だね。反省しろよ。大丈夫大丈夫、命取られるわけじゃなし。